はい皆さんこんにちは今日は昨日アップしました「すげえ Chrome 拡張」という動画の第2弾これをお話ししたいと思いますこの第2弾の方がもっともっと便利そういうお話ですこの Chrome 拡張今画面に出てるのがそれなんですけれどもこれは Chrome や Edge これをより便利にブックマークや タブを扱うためのソフトなんですが今までの概念とは違って画面にもあるようにデスクトップみたいなそんな感じになっていますこれ一旦消しますすぐに出すことができますすぐに出すことができるというのはここに Chrome の拡張機能がずらっと並んでおりますがここピン止めしてあるのでこれを押すとはいこのようにずらっと今 Chrome の タブにあるソフトですね例えば Facebook とか YouTube とかいっぱいこの上の方に並んでますよねそれがここに出てるわけです一番上のランチビジオ s エスというのを選ぶとですねこんな画面が出てくるようになるんです第1弾で大まかな使い方というのを説明しましたその大まかな使い方も見てもらった方がいいのでまず先にそちらの方を見てから この動画をもう一度見てください。概要欄に URL を貼っておきますので、そちらを見てからこちらを見ないとインストールの仕方とか最低限の使い方がそちらでわかるようになっています。では、第2弾として先日お話しできなかったこと、それをお話しします。一番簡単なお話から進めます。いわゆるこのデスクトップを好きに変えれるということです。はい。 このようにいろんな風景とかがありまして選ぶだけでバックが変えれます。このようにして壁紙を変えればいいわけです。細かいところで言えばここに設定とかもありましていろんなプレファレンスの機能がありますけれどもデフォルトのフォントを変更したりとかそういうようなこともできますのでこの辺のところは皆さんいじってください。 そして次に絶対知っておいた方がいいことを言います。例えば、このデスクトップでマウスをプレスして、そして動かすと、はい、こんな風に全体が動きます。全体が動くということは、こちらの方に行くと、これがなくなるほどのところに行ってしまいます。行ってしまうというよりも、ここに無限大の大きな空間があるということです。じゃあ、 この2つのホルダーとかを選択しようと思ったら、はい、マウスクリックしたら動いてしまう。どうすればいいのか。そんな時はオルトキーを押しながらこうやってすると選択モードになります。2つ選択して動かします。はい。こういうようなことができるわけです。それはですね、立ち上げたところにここに書いてあるんです。 オルトドラッグオンダデスクトップ is what you need というふうに書いています。はい。こういうことで、これもかなり重要なことなんで覚えておいてください。そして、上の方に123456というような番号が振ってあります。これはですね、このデスクトップが何個も作れるということです。今、1を見ています。はい。2を見ると、全く新しいものになりました。 こちらのデスクトップの壁紙を全く違うものにしておきますそれの方が分かりやすいですのでこの赤いバックにしておきますこのようにしまして2つ以上のページこれを作れるということですこれも重要な機能の一つですそしてビジョンという機能がありまして画面の左下の方にビジョンという風になっていますこれを1回押すとビジョン2 という風になりますこれ何にも変わらなかったように思いますがこのチュートリアルというところをこのような感じに開いておきますここでですねビジョンを押すとこういう風に全体がまとまりがいいこととビジョン3はお遊びですこんな風に立体になるんですもちろん立体のままでも動いたりすることができますここは遊び心というやつですね このような使い方ができるわけです。この左の方にある4つのホルダーや書類はですね、これは必ず3番目にも4番目にも全部あります。いわゆる開発会社が必ず間違わないように忘れないようにチュートリアルとかそういうものを作ってくれてあるということです。次々いきますよ。はい。例えば、まあ何か こんなことできないかなと思ったときは右クリックをしてください。フォルダを作るとかいうようなことがあります。もちろんここでホルダーをこのように作れて名前を変えるとかいうのはここで名前の変更。こんな風にして重要とかこういう名前にします。重要というフォルダができました。この今左にあるのは今上のところで開いてるやつです。 例えば、これが僕の新サブチャンネルですが、こういうところでですね、この動画がちょっといつでも見たいなというふうに思ったとします。そしたら、これをまあ開きますよね。そんな中で、これが出ていますので、もう一度ビ g o s をクリックしますと、ここに秘密の濃い YouTube というのがありますよね。これをここのホルダーにピュッと持ってくることで、 ここにブックマークができるということです。はい。これは前回もお話ししました。そしてですね、ここからが便利になりますよ。ここに前回はドキュメントを作る話はしました。このドキュメントを作るというのはメモ帳を進化させたようなワープロです。ここにできましたね。これをクリックするとワープロのようなことがこのように今、 ちょっと適当にぐちゃぐちゃに売ってるんですけれども Windows のメモ帳より便利なですね文字のポイントを変えたりとか太字にしたりとかもしくは色を変えたりとか背景をつけたりとかそんなようなことができますこれ見にくくなりましたねはい文字の色を白っぽいのにはいこういうようなことや表もできますそして絵も入れれます 絵を入れるというのはどういうことかというと例えば先ほどのこの画面これをキャプチャーしますまあ僕はキャプチャーソフトをちょっと自分の好きなものを入れてありますコントロールファンクションキーの10番これでですねこういう風にカットができますカットしたらこれがクリップボードに収まりましたからもう一度こちらの画面に来てですねここでコントロール V をすると このように図形も貼り込めるというような。まあまあ優秀なワープロです。もちろん印刷もできますし、一通り簡易なワープロ的なことができます。ここで保存をします。このような書類ができること、これは前回でもお話ししましたが、ここからですよ。はい、よく似たものでテキストを作るって今テキスト作ったじゃないと思うんですが、そうじゃないんです。 このテキストを作るというのは、例えば今日どこかに友達と会いに行くのを忘れちゃダメというのはですね、この今ニューテキストってできましたけれども、これをちょっと編集してですね、今日の昼、つよしとかですね、このようにしてちょっと文字のサイズも大きめにしておきましょう。そして OK をします。もちろんここで色も変えれます。 はい真っ赤にしておきましょうねそして OK をするとはいここに「今日の昼つよし」というのがこんな大きく出てですねどこにでも置いておけますバーンって感じですよねこういうことができるんですこのテキストっていうのはデスクトップに置くんですでもここに GPT 図制作計画というのがありますよねこれこれとちょっとまた違うんです これは通常で言えばリストを作るというこのメニューこれで作った方なんです見出しだけがこのように出てましてここをクリックすると内容が出てくるんですもちろん右クリックで編集もできますこれ修正もしくは追加ですね なんかをつけときましょうそして文字のサイズ先ほどちょっと小さめでしたけれどもこちらも上げておきましょうはい ok をしますそうしますとですねこうやってピュッとしたらはいこのように出てくるわけです例えば僕なんかはオンラインレッスンをしています生徒さんに僕の画面を見せる場合もあります そんな時に正直これからの秘密の計画ですから見られたくないですよねそういう時はこのようにしておけば見出ししか出ませんので中を見られることは触られない限りは大丈夫ですねこれロック機能なんかあってもいいでしょうねパスワードしたら出てくるとかねでもこれこう広いですからですねこれ見せないこともできるんですよこちらの方に置いておいてですねはい こうすれば見えませんよね。こういう使い方もデスクトップが広いということはできるということです。便利ですね。はい。今度はリンクを作るというのは、ここでニューリンクというので、ここをクリックするだけで行くわけですけれども、これは編集して、そしてどこか飛ばしたいところですね。例えば僕のホームページ、これありますよね。この URL をコピーしておきます。あえてこれ 消しておきますねそうしまして b i オ o s に戻ってきましたアドレスを変えますそして HP とでもしておきましょうかで文字のサイズもまた変えれますちょっと大きめがいいんですよねこれ初期設定で変えれますので OK そしたらここに HP というのが出ましたよねちょっと画面が 見にくくなってきたのでデスクトップからもうちょっと暗い画面これを選んでおきます簡単に変えれるので見にくくなったらちょうどいいような色を探すのがいいですよねはいリンクを作るもテキストを作るもそしてワープポイントこれだけがまだちょっと理解していませんまた何かの機会にご説明したいと思いますドキュメントを作るこれもやりましたアプリを作ることもできるらしいんです でもそういうことよりも皆さんが一番知りたいこのプレイリストを作るこれとっても重要ですここにニュープレイリストというのができましたここにあったからカッコ2というふうになりましたが名前を変えておきますアイコンどうしようかなまあこのアイコンこれで OK をしますこういうプレイリストを作って主には YouTube を見るためのもんなんなで,ですからこの左にある YouTube をピュッとこのように持ってくるとここで再生リストこれができるんです。こうやってどん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 持ってくることができます。そしてクリックするとこのようにこの中だけで再生ができるんです。 若い芸者が禁じられた恋に落ちる物語です。はい、最大化ももちろんできます。彼女は芸者としての義務と、心からの愛情の間で葛藤し、最終的には自分自身の運命を選びます。こんな風にですね、ここ自身が YouTube プレイヤーになるということです。これ、たくさんあったとします。今、2つしか入れてませんが、これが、 100個あったとしますよねでも検索機能があるから大丈夫なんです。今日お友達にこのソフトを紹介してたら、えー、サムネイルがないから ここをクリックしないとわからないよねという話があったんですが何か一言でも例えば僕なんかはスタジオワンの動画をいっぱい作りますここにスタジオワンの動画をいっぱい入れてたとしますねそういう時でもまあその中でもミディのことを知りたいなとか思えば検索すればいいんです検索してみましょう例えば検索でコラボと打ちますともうこの打ってる段階で1個だけになってますよね はいすっごい高速な検索機能がありますのでまあ、何か一言でも覚えてたらその名前が付くものが絞り込みができますのでそんなに不便さはありませんそして多くなってもですねこのように細いリストでたくさん見れたりとかということがありますので超便利ですねはいこれを押すたんびにちょっと大きくなったり細くなったりいろいろしますで 検索をして絞り込まれた時に戻す時はここで「バッテン」これを押しますとリストが全部出るようになりますこのように YouTube 再生リストというのが作れるそれがこのプレイリストを作るというようなこの機能なんです最後にまだまだあります下の方に行くとですねこういうプラスのマークがありますこれを押すとですね 2りペイントとというようよなことができます2ペイントって何か面白いですよ。このデスクトップに書き色の今選んでる色で絵を描けるんです。例えば覚え書きにタイプを打つのも面倒な時パートナーに野菜を買ってきてとか言われたらですねこうやって「や菜さと。 こんな風に書けばいいということになります。こんなペイントツールもここにあったりします。ここにね、アプリというのも自分で作れるらしいです。この作り方についてはまだ僕は勉強していません。はい。こんな形で、このホルダーも立体、こんな感じになるので、なんか未来の道具を使ってる感じになって、僕はちょっとウキウキしたりしています。ぜひとも、 クロームの拡張機能。ここから VISIOS、ビジ o s ですね。これを探してですね、インストールをして、このジグソーパズルマークからこれにピン止めをしてありますね。このようにして、いつでもさっと使えるようにしましょう。全部記憶してくれてるので、閉じても大丈夫です。そして通常は Chrome を終わってしまったら、 今開いててるのなんて再現ができませんよねでもこれと同じように再現したいときはここでこのようにして今全部開いてるものをここでホルダーにしておいてでこの名前で「さっき開いてた」みたいな名前にしておきます。 こうすれば、クロームを閉じても何も怖くありません。もう一度、クロームを立ち上げます。はい。ここで、ランチビジオーエスを立ち上げるとですね、さっき開いてたというのがありますよね。これ、ダブルクリックをします。そうすると、開いてたものが全部出てますし、例えば、Facebook のページ、何ページか開いてたんですが、はい、4ページ開けています。これをクリックすると、 このように開いてきますこの GPTs ビジネス活用という Facebook グループは今月になって作った全く新しいグループですまだまだメンバーは29人と少ないんですけれども GPTs のことをいろいろ書いたりしています今 Facebook グループでも GPTs のグループはいっぱい立ち上がっているんですけれども例えば YouTube の PR をしてはダメだとかですねそういう制限があります 僕は g p t 図っていうものはそうやって作って紹介してそしてそれで皆さん潤ってもらったりするために g p t 図ってあるのにですねそれを PR してはダメだというようなそれは自分の中で納得ができませんですからはっきりですねかっこして関連 PR は OK ということでね g p t 図とか AI とか IT のこととか そういうようなことで、ね、例えば僕はこんなソフト使ってるとかですね自分の YouTube 新しいの解説しましたとかどん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  PR をしてほしいそんなページを作りましたのでまた関心あれば全く登録とか認証とかいらなくいつでも覗いていつでも大会してもらえる Facebook グループですので皆さんもよかったら覗いてみてくださいでは今日もご視聴ありがとうございました 맞다네.